マシュー・ピートヤソソーポは、アメリカ合衆国、ワシントン州、ベルビュー出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、サモア系アメリカ人である。長い苗字のため、縮めて、トゥイと呼ばれることがある。2004年の MLB ドラフト3巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。2008年9月5日のニューヨーク・ヤンキース戦で7番、サン・ルイシュで、先発出場して、 メジャーデビューを果たし、2打席目に、アンデ・ペティットから、メジャー初アンダとなる2塁打を放った。2010年はメジャーで50試合に出場し、打率、173.4本塁打、11打点、オプス、541の成績を残した。2011年9月1日に自由契約となった。2012年1月27日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結ぶ。 11月3日に FA となった。2012年12月6日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2013年はスプリングトレーニング中のオープン戦で打率。327.4本塁打と活躍し、3月26日に3年振りのメジャー昇格を果たした。この年は81試合に出場した。二千十三年十一月一日。 ウェーバーを経て、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意したが、3月20日に、ウェーバーで、トロントブルージェイズへ移籍した。3月28日に40人枠を外れ、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ降格した。2014年6月12日に、金銭トレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。 12月17日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2015年3月31日にオリオールズを自由契約となり、4月3日にホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。11月6日に FA となった。2015年11月24日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は3カのトリプル A 級。 グーイネットブレイブスで迎え、5月3日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月9日にディーフとなり、12日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級グーイネットへ配属された。2017年2月25日にブレイブスとマイナー契約で再契約。2018年5月21日に、独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約。 2019年よりアトランタブレーブス参加 A 級のロームブレーブスの監督に就任した。2021年よりアトランタブレーブス参加トリプル a 級のグイネット・ストライパーズの監督に就任した。父は1979年にシアトルシーホークスからドラフト一巡目指名され、フォーナイナーズ時代にスーパーボールを制覇した元、NFL 選手、マヌトゥヤ・ソソーポ。 二人の兄マーカス・トゥヤ・ソソーポとザック・トゥヤ・ソソーポも NFL 選手である。マットも高校時代にアメフトの経験があったが野球を選択した。ありがとうございます。